時間が来ましたので、で、ちょっと私が饒舌に喋りすぎたのかですね、あと45分しか時間がない割には、スライドが随分まだあるので、で、ちょっと申し訳ないんですが、後半、分子系統解析とタンパク質立体構造解析というふうにこう、話題を組んだんですけれども、分子系統序に関しては、来26日ですよね。別の方が講義を組むということになっていますので、ちょっと時間の都合上、立体構造のところだけまず最初に説明して、で、もし時間が多少余裕があれば、また元々分子系統序のところをやると。分子系統序もすごく面白い話なんですけれども、ちょっと時間が申し訳ないのでないので、途中からまず、スタートしたいと思います。なので、この最初の系統序の話は、飛ばしてですね、系統樹、非常に理論は美しくて面白いんですけれども、またの機会ということで、ここからやります。スライドで言うと何ページ目か、22ページ目のところからですね、始めたいと思います。すいません。で、それで、系統樹が飛ばしてですね、タンパク質の機能予測、配列からの機能予測みたいなところを、からちょっとだけ説明を、加えて、立体構造のところをメインにお話ししたいと思います。で、まずですね、タンパク質自体っていうのが、これはまあ僕の勝手な、分類とかもあるんですが、大雑把に大体3種類ぐらいに分けて考えるべきだと僕は思っています。で、一つは、まず水に溶けるか溶けないかというので大きく分かれる。で、水に溶けるものを水溶性タンパク質、ソリューブルプロテインで、水に溶けないものはほとんどの場合、膜タンパク質っていう膜に埋まってるタンパク質です。で、それで水に溶けるものを最近はこの2つに分ける方が流行っていて、球状タンパク質、グロビュラープロテインと、不定型タンパク質、イントリンシカリディソーダードプロテインっていうふうな名前、こちらがここ10年ぐらい流行ってる言い方です。で、いわゆる普通のタンパク質、普通のって言ったら怒られるかもしれませんが、普通リゾチームとかヘモグロビンとかプロテインカイネーズとかっていうのは、球状タンパク質です。で、それで、多くの酵素や抗体、転写因子などが含まれていて、で、配列上は組成と鎮静のアミノ酸がバランスよく含まれていて、ちゃんと一つの、コンパクトな硬い形を形成するものです。で、不定型タンパク質っていうのは水に溶けるんだけど、なんかこう形がこうフラフラしていて定まらないような感じのものですね。で、こんなの、昔からこういうのがあるっていうのは知られていたんですが、どうでもいいタンパク質だと思われてたんですけれども、ゲノム配列が決まってみるとですね、特に真核生物の転写因子っていうのはものすごいこういった部分が大きくて無視できないっていうことで、最近注目を浴びているということになります。で、それで、球状タンパク質の、このアミノ酸配列用の特徴なんですが、これはまあ立体構造と起因してくることになるんですけれども、タンパク質が、ちゃんと折りたたまるためにはですね、なんかまあとりあえず広がったものがこうコンパクトになる必要があるので、その、コンパクトになるための力っていうのは、いろいろ言われてるんですが、基本的には2つ。促鎖、疎水性の促鎖が水を嫌って中に集合しようとする疎水性相互作用の力。で、あともう一つは、視鎖間の水素結合によるアルファヘリクスやベータシートの形成という二次構造を形成することです。で、それで、この前者の方なんですが、これは有名なタンパク質、ミオグロビンとプラスシアニンとティムバレルの構造を、疎水性のアミノ酸を赤で、親水性を白で色分けしたものです。で、こうやって見ると分かるように、確かに疎水性のものがこう真ん中にこう集中してくる感じになってくるということになります。で、だから球状タンパク質っていうのは基本的には、内側が水に溶けにくいアミノ酸がバーッと集合しているような感じで、外側に水が溶けるものが出てくると、こういう傾向にあります。だからちゃんとこういうふうにコンパクトになる、には親水性のアミノ酸と疎水性のアミノ酸が両方ともバランスよくないとこういうふうにはいかない。赤だけだと、白だけだと大体小さくならないし、赤だけだとお互いがこう凝集して絡まり合ってアグリゲーションしちゃうということが起きるので、水に溶けてかつコンパクトになるのはこう絶妙なバランスが必要であるということが理解いただければと思います。で、それで、こういった、どのアミノ酸がどのくらい、立体構造上埋もれていくかっていうのは大雑把に配列から予測することができて、それはどうやってやるかっていうと、疎水性指標っていう、
どのくらいそれぞれのアミノ酸が水に溶けにくいのかっていう、これ物理科学的な指標っていうのを決めがいくつか提案されていて、一番有名なのがカイト&ドゥーリトルの値なんですけど、これ値がプラスが大きいほど水に溶けにくいと。この場合、イソロイシンが一番溶けにくくて、アルギンが一番溶けるということになっています。でこれを配列を横軸にして、このスムージングしたこの疎水摂取をプロットしてあげると、そういったプロットの高い部分が、タンパクの内側に行くだろうと。で低い部分は外側に来るだろうという、そういう大雑把な予測。これは赤いのが予測値で、黒いのがこの実際の立体構造から出てきた値なんですが、まあ、そこそこ相関があって、一応予測はできるということが知られています。で、不定型タンパク質の場合はですね、これも形がもう全然よくわからない。ニューロンとしてもで、NMR とか X 線でもちゃんと形を捉えることはできない。で、天然状態でもコンパクトに折りたたまらなくて、おそらく大きく広がっているだろうと思います。で、親水性アミノ酸がすごく多くて、疎水性アミノ酸が極端に少ないという性質があります。で、親水性アミノ酸の中でも特にこの6つですね、グルタミン酸、プロリン、グルタミン、セリン、アルギニン、リジンあたりが非常に多く見えると。ことです。で、こういったものっていうのはバクテリアにはほとんどなくて、真核生物の特に、核内タンパク質に多いです。つまり、転写因子に多いということが知られていると。で、これが生理学的には何をやっているのかっていうのは、まあ、よく分からってないんですが、まあ、タンパク質間相互作用あるいはタンパク質 DNA 間相互作用に何か役割があるんじゃないかと言われています。で、あと膜タンパク質なんですが、膜タンパク質の場合っていうのはこれはこれも多分、バイオ系の方はよくご存知だと思いますけれども、細胞膜っていうのが、こう、質二重膜になっていて、すごく水に溶けにくい、疎水性の部分と水に溶けやすい、頭の部分が、こうに二重に向かい合って作っている。で、それの、中に、こう、貫かれているタンパク質っていうのがあって、これが膜タンパク質です。で、膜タンパク質の、親水性のアミノ酸と疎水性のアミノ酸の分布っていうのは、ちょうど、水溶性の球状タンパク質と真逆になっていて、つまり、膜タンパク質にとっての外側っていうのは、この脂質の疎水的な部分が来てますから、外側の方が、水がいないです。外側には水がいないはずなんです。だから、これ膜タンパク質の立体構造を同じように、用意してたものなんですけれども、この脂質と接している部分に、疎水性のアミノ酸がわーっといっぱい来ると。で、頭を出しているこの部分に親水性のアミノ酸が来るっていう、こういうパターンになっています。だから、膜タンパクっていうのは、とにかく疎水性のアミノ酸が非常に多くて、特に膜貫通ヘリックスっていって、アルファヘリックス構造で、膜を貫く構造っていうのがあるので、こういった場合は、これアミノ酸の長さにして15から30ぐらいになるんですが、もうとにかく連続して疎水性のアミノ酸がブワーッと出てくるような傾向が出てきます。で、こうしたアミノ酸の、傾向を利用してですね、アミノ酸配列から疎水性、アミノ酸配列から膜タンパク質の膜貫通ヘリックスの部分を予測するプログラムというのが多数作られていて、で、有名なのが名古屋大の三宅先生がずっと作っている疎水というプログラムがあって、このサーバーに行くとアミノ酸配列をパッとこうコピペすると、こういうふうにどこが、膜貫通ヘリックスなのかというのをちゃんと予測してくれるということです。で、他にも TMHMM とか TM プレッドとかいろんなプログラムがあって、そこそこの精度で、膜貫通ヘリックスの場所っていうのを予測することができる。これ、原理的には、連続して現れる疎水的なアミノ酸の部分を予測するということをもうちょっと、洗練されたやり方でやるということになっているようです。で、あとまた問題なんですけれども、平成19年度の71問。次に示した球状タンパク質の性質に関する記述の中で不適切なものを一つ選べ。で、一般に表面ではアミノ酸の挿入、結出や置換が起こりやすく、内部では起こりにくい。これを、このことについて僕全然説明しなかったんですが、これは基本的には正しいです。で、内部、この表面の場合っていうのは、アミノ酸の置換っていうのが起きたときに、外側に出ているアミノ酸というのは、アミノ酸の置換が起きると、即座のサイズが基本的に変わりますから、内側に埋もれているアミノ酸というのは、お互いがガチガチにパッキングしているので、例えば、アラニンになった場所がフェニルアラニンになったりして、ベンゼン環が1個余計に入ろうとすると、そこは入らないということが起きるんですね。入らないと形が崩れちゃいます。だから、この内側にあるところというのは、あんまり置換が起こりにくいんですね。で、外側にあるものは、例えばグリシンがアルギンになったとしても、全然スペースはありますから、外側の部分の方が置換が入りやすいっていうのは、球状タンパク質は一般的に成り立ちます。
だから1番は正しい。生物主観で比較したときに保存されているアミノ酸がタンパク質表面で集中している領域は他のタンパク質やリガンドとの結合に関与しているという測定。これもまあ正しいですね。保存サイトというのは機能的に重要な場合が多いので正しいです。で、3番、DNA と相互作用するタンパク質の場合、DNA との結合面は不電荷を持つアミノ酸が集中することから容易に予測できる。で、これが間違っていて、ですね、これ負じゃなくて正です。これも多分常識的な知見なんですが、DNA や RNA の拡散というのはリン酸基がマイナスの電荷を帯びていますので、DNA に結合するためにはタンパク質側はプラスの電荷を持つ必要があります。で、具体的にはアルギニンとリジン、特にアルギニンが非常に多いということが、これは常識的に知られていることです。で、最後の4番は、一般に表面には溶媒との相互作用のため極性基を持つアミノ酸が多く、内部は組織性アミノ酸に組織項を形成する。これは先ほど絵をお見せしたように、正しいということになります。でこの後構造の話をちょっと30分ほどして、します。ですね、タンパク質構造のキーワード。はい、で最初はですね、立体構造の決定法なんですが、これは多分他の方がどっかでやってると思うので、あんまり怖く説明しませんが、タンパクの立体構造を、決める方法というのは基本的に2つあって、X 線結晶解析と核磁実共鳴法、NMR と。いうやり方です。で、この実験の詳細はあんまり言いませんが、多分バイオ系の方が、聴衆の方で多いようなのであんまりご存知かと思いますけれども、どちらの方法もですね、なかなか結構実験の時間がかかる場合が多くて、DNA 配列の決定みたいに機械的にどん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 数をこなせていく感じのものではないということです。で、それはまあ、理由はいくつかあるんですが、まあ、とにかく大量にタンパク質の発現が必要であることということと、あと、X 線結晶解析の場合には、結晶化というのをしなきゃいけなくて、これが条件を探すのが非常に難しい。で、NMR の場合にも、シグナルの帰属という作業をしなきゃいけなくて、これが非常に難しいということです。で、あと、最終的にはこれ、非常に計算機の力を利用して構造まで上げていくということをしなきゃいけないことがある。なっていて、こういう立体構造を決定している研究者の方というのは、多分バイオ系の方の中で例外的に計算機に強い、自分でプログラムを書いたりする人も結構たくさんいるような、そういう業界です。で、それで、立体構造のデータのフォーマットなんですが、これも多分どなたか説明したのかもしれませんけれども、PDB という組織が立体構造データを収集していて、今は、ワールドワイドプロテインデータバンクという組織になっていて、アメリカとヨーロッパと日本でそれぞれ3局が、合同してやるような感じになっています。で、日本だと大阪大学タンパク研究所で中村春樹先生が PDBJ という組織を作ってやっています。で、構造データ自体はこんなふうになっていて、基本的にはこの1原子1量みたいな感じで書かれています。で、それで、こう原子アトムアトムという量のところにこれメチオニンの窒素が、X 座標、Y 座標、Z 座標というのは、ここが、XYZ の、カーティシャン座標がバーッと並んでいるような、こんな感じです。で、それで、これは本当に、配列データ以上にですね、生データはほとんど意味がわからなくて、もう数字の羅列みたいなものですね。だからこれの、意味を見るには、こういうふうにこうちゃんとグラフィックソフトでこう可視化しないと、この数字だけ見てても何のことか全然わからないというものです。だそういった意味において、立体構造 の, データを見るにあたっての、分子立体構造を表示するソフトウェアというのは、これ非常に重要です。で、それで、いろんなソフトがあってですね、だんだん数が増えてきているんですが、これ、ここで挙げたのは、いわゆるフリーウェアで、ただのものですね。無料にダウンロードできるものです。で、それぞれ、まあ、いろいろ、特徴とか欠点とかもあるんですが、これもね、なんか構造の、描画のソフトウェアの名前を答えさせるような問題が出るので、一応、ざっと覚えなきゃいけないのかなということになります。で、一番よく使われているのが、ラスモルっていうソフトです。で、これは、ほとんどのプラットフォームで動きますし、表示がすごく早いですね。ただ、欠点としてはね、やっぱり、現代の視点から見ると、ちょっと画質が汚い感じになります。で、画質が綺麗なのが、このパイモルキメラ VMD っていうのは、これはもうグラフィックエンジンの機能をフルに使ってきますので、すごく絵は綺麗です。
で、このチャイムと JMOL っていうのは、これはインターネットエクスプローラーとかのブラウザーの中で、ホームページの中でこう、文章が回転するのを入れたいとかっていう時に、使うソフトで、特に JMOL は、Java が入っていればちゃんと動くので、非常にいいソフトだと思います。で、あと、モルスクリプトと SwissPDB はちょっと今となっては時代遅れ感があるんですが、まだ使ってる人もいるので、ちょっと名前だけ載せました。で、これ、あまりいい問題じゃないと思うんですけれども、一応こんな問題、表示するためのソフトウェアを選べということで、この表が頭に入っていればですね、これは違う。これは、マッカンツ・ヒレクツを予測するプログラムですね。で、あと、これも、こういう問題好きみたいなんですけれども、毎年出てます。チャイムとパイモルとメガとモルスクリプト。メガっていうのが実は、系統樹を書くソフトなので、これも違う。ということです。で、こんなような表示がいろいろできると。これ全部ラスモルで書いたものです。で、それで、どうしようかな。それでですね、この辺の話は、これ多分、ある程度地名だと思うんですけど、タンパクの立体構造っていうのが、どうなるかってことは、タンパク自体がどういう構造をしているかってことを一応ちょっと確認なんですけれども、タンパクってこのアミノ酸っていう、ユニットからこう繰り返してできていて、この場合は、7つのアミノ酸がこう並んでいる感じになっています。で、この NHCα、CO っていうこの単位が、全部すべてのアミノ酸で共有していて、こう繰り返し出てくるというような感じになっているということです。で、この、外に出ているこの部分ですね。で、これが側鎖と言われているもので、これが、各アミノ酸ごとに違うものがついているということになります。で、それで、さっき疎水性の話とかをしましたが、例えばこのフェニュアラニンとか、これ疎水性のアミノ酸で、ほとんど、炭素だけでできていると。で、酸素とか窒素とか組み合わさっているものは水に溶けやすいものが多いという、こんなような感じになっているということです。で、確かこれアミノ酸の、種類を問うような問題も出ていたと思うので、大体どんなアミノ酸が水に溶けやすいかとか、電荷を持っているか、これざっと大まかなアミノ酸の分類をしているんですが、この辺も一応覚えておいた方がいいのだと思います。で、それで基本的にはですね、フォールディングという現象の、これ大雑把な説明なんですが、タンパク質っていうのはもともとこう紐状のものだから、合成されたばっかりの時にはこういうふうにうわーんっていうふうに大きく広がってるんですけれども、天然のタンパク質っていうのは不思議なことにですね、こう放っておくと、ほぼ自動的にこういうふうにバーッとコンパクトに小さな形に折りたたまっていくということが知られています。で、それで、これは球状タンパク質の場合ですね。で、不定形だったらこうはならないわけですが、球状タンパク質だとこうなる。で、これが、ただコンパクトになるんじゃなくて、ただ、必ずこの形になるんですね。どんなタンパク質でも、アミノ酸配列が同じであれば、コンパクトになるなら、こんな風な形に必ずなるというふうに決まっているということです。で、これが、すごいことで、どうしてこんな風になるんだろうってことは、いろんな科学者の興味を引いているわけです。で、それで、ですね。で、基本的には、こっからこちらに移動するためには、他の分子の、解除は必要とされないということなので、ですね、シャペロンに関してはですね、ちょっと、シャペロン自体の役割というのは、シャペロンというのは、非常に多くのタンパク質のフォールディングを解除することができます。で、ここで私が説明したいことというのはですね、この立体構造っていうのは、何によって決まっているのかと。と考えたときに、シャペロン自体が、は非常に多数のタンパク質を解除することができるので、シャペロンによってこの形が決まっているわけではないということですね。で、しゃ、あの、ということで、もちろんシャペロン自体は重要な役割をするんですけれども、立体構造はどうやって決まっているのかということになると、やはりこのアミノ酸配列自体の並びでかなりの部分が決まるのだろうということになりますね。で、それで、ちょっとその話をすると、で、それで、結局のところ、どういうふうなアミノ酸を並べればこういう形になるのかっていうルールがあるはずだというふうに考える人が多くて、それを計算機でやってみようという分野が、タンパク質の立体構造予測ということ。これ最後にちょっと説明しますけれども、アミノ酸配列だけで立体構造の情報が決まっているんだったら、人間でもアミノ酸配列だけから構造を予測することができるんじゃないかということを一生懸命研究している方がたくさんいらっしゃる
ということになります。でそれで、ちょっと話が飛んで申し訳ないんですが、じゃあこういった立体構造自体を、どうのかたくさん構造が出ているんですけれども、構造の、似ている似ていないというのはどうやって評価するのかということについて、ちょっとだけ説明します。で、一番よく使われているスコアが RMSD というスコアで、これだけ説明させてください。で、例えばこのタンパク質とこのタンパク質が、まあ、パッと見よく似ているかどうかよく分からないんですが、これがどのくらい形が似ているのかというのを比較したいとします。でこの時に、原子の対応付けは分かっているとします。これが1というのはこの1に対応して、この2はこの2に対応するというふうにことが分かっていたとします。でその時にこの2つはどのくらい似ているのですかというのを計算するにはどうすればいいかというと、まず、この2つをできるだけうまく重なるように重ね合わせます。でこの場合だったらこっちを固定してこちら側をぐるっと回してこういうふうに重なるようにすると。でそれでこういうふうに、うまく重なるような状態になった時に、重なるってことはこれちょっと式で書いちゃったんですが、平身ベクトルを引いて回転序列をかけるということにしています。でこれがこの X っていうのがこちら側の白い方で、この RY-T っていうのが重ね合わせをした後のこの黒い方の原子座標だと思ってください。で RMSD っていうのはこういう重なった状態で、この、座標間の距離をつまり、XYZ の座標の差の事乗和を取って、それを全部の個数で割った後ルートを取ったりというのを、これを RMSD と言います。ルートミンスクエアデビエーション、重ね合わせた状態での座標の差を取って、つまり距離の事乗ですね、座標のずれの距離の事乗の平均のルートというのを、これが RMSD という、これが一番よく使われている、構造の差を示す指標です。でこの話の中で一箇所すごく難しいところがあって、今簡単にうまく重ね合わせをするって言いましたが、この、どうやってこれがうまく重ね合わせることを計算するのかっていうのは、これがちょっと難しくて、この平身ベクトル自体は重心がちょうど重なるようにすればいいというかベストになるということが数学的に証明できます。じゃあ回転はどうやって決めるのかっていうことが、これがちょっと難しくてですね、今回は全然説明しませんが、一応昔70年代にじゃあどうやったら計算できるのかとよく考えた学者さんがいて、いいアルゴリズムがあってバシッと、計算することができます。でこれについてはまたちょっと一応論文も書きましたので、興味がある方は見てみてください。で DRMS は飛ばさせていただいて、それでこれはまた問題なんですが、平成19年度の73問目です。で、これいっぱい字が書いてあるんですが、問題自体はそんなに難しくなくて、RMSD を計算する問題です。立体構造の似ている2つのタンパク質間で対応関係にある原子が分かっている場合には、RMSD と呼ばれる数値を計算することにより、立体構造の重なり合いの程度を数値化することができると。RMSD は全ての対応する原子間の距離を事乗した値の平均値にルートを取ったものとして定義される。いいですか。全ての値を対応する原子間の距離を事乗した値の平均値にルートを取ったものっていうのは、一応これ、このそうなっていて、これが事乗した、ずれを事乗した値の N で割ってるから平均ですね。で、それのルートを取るということです。で、それで、で、実際にそれを計算しろっていうのがこの問題で、あるタンパク質における6つの原子 ABCDF と A' B' C' っていうこの A と A' としましょうか。がこう並んでいたとします。これ、ごめんなさい。5色で D、D' E、E' ですね。で、それで、で、それらの、ベストの重なり合いをしたときの距離のずれがこれだけだったとしたときに RMSD はいくつになりますかっていう、そういう問題です。で、これは定義を知っていれば別に、定義は大体ここに書いてありますし、原子間の距離を事乗した値の平均値のルート。だから、これの事乗したものの、この6つペアの平均を取って、で、それを最後にルートをかければいいというだけの問題です。だから2の事乗を足す0の事乗を足す0の事乗を足す1の事乗を足す0の事乗を足す1の事乗だから6になりますね。6分の6で、ずれの事乗平均っていうのは1です。で最後にルートを取ればいいからルート1で1っていう、それだけの問題、あまり面白くない問題なんですが、まあ一応やればできます。 RMSD の一応定義を大体知ってればすぐ解けると問題です。でそれで、その後ですね、今まで説明しなかった二次構造に関してちょっと説明させていただきます。で、
球状タンパク質がどうやってコンパクトになるかということの重要な要素として一つは組織性相互作用なんですが、もう一つは二次構造です。二次構造を取ることによって側鎖の極性が緩和されて、水と遮断された環境でもコンパクトになることができるということです。で、二次構造は基本的には主鎖の、NH と CO がお互いに向かい合うような構造を取る方法で、スタイルは2つあって、アルファヘリックスというものと、ベータシートというのがあります。で、アルファヘリックスというのは、3.6残球の螺旋構造をこういうふうに取ることによって、きれいに、規則的に周期結合していくということになります。で、ベータシートは、これ2つパターンがあって、逆平行というベータシートと、平行というベータシートがあります。逆平行は、こう行って、こう変えるっていうふうに、基本的にはベータシートは、こう、はしご状に向かい合った構造を取るんですが、配列の向きが、矢印で書いたときに、向きが互い違いになるのを逆平行と言います。で、あと細かいことなんですが、ベータシートっていう言葉なんですけども、シートっていうのはこのシーツとかと同じ、こう、ひだ状になっている布みたいなもののことをシートって言いますよね。で、それで、こういうふうに矢印がこう並んで、布みたいにひだ状になっている、この全体をベータシートと言います。で、この矢印の一本一本のことをベータストランドと呼びます。これがベータストランドで、これが3つ、この2つ以上集まってこう組み合わせになったものをシートと呼びます。で、逆平行はこれで、平行の場合はこの矢印の向きが同じになっているので、こういうふうに並んでいるものをこれ平行ベータシートと言います。で、それで平行の場合は、逆平行っていうのは作るのが結構楽で、こういった後、クイッと曲がってこういけば逆平行になるんですね。これが一番簡単な逆平行のモチーフで、で、この部分のクイッと曲がるところをベータターンと呼んだりします。で、平行の場合はちょっと難しくて、例えばこういって、この向きが同じってことは、こことここを何らかの方法でつなぐ必要があるんですね。こういった後、こっちに戻ってこういけば平行になるけど、じゃあどうやって戻るのかと。たときに、戻ったときの構造でヘリックスを使って戻るというパターンがあるんですね。で、それが一番よく、使われている平行のパターンで、こういって、こういって、こう戻る、この部分をヘリックスを使って戻るというパターンがあります。これビータアルファビータモチーフって言って、で、一般にはだから逆平行、平行のタンパク質、平行ベータシートを含むタンパク質っていうのは必ずヘリックスがある場合がほとんどです。ヘリックスがなくて平行だっていうのはほとんどない。逆平行はベータシートだけっていうのは結構あるんですが、平行の場合はヘリクスを含む場合が多いです。で、それでこんなことを言ってるとどんどん時間がなくなってくるんですが、あともう一つ、これも突然出てきて申し訳ないんですけれども、試験に出るからしょうがないですね。構造を、どういうふうに記述するかというやり方は、これからあと3つ説明するんですが、ですね、ここが1個のアミノ酸で、ここが Cα で NH と CO があるんですけれども、主鎖の構造を規定するためには、重要な角度が2つあって、この1つ前のアミノ酸との角度を規定するこの φ という値と、その次のアミノ酸との角度を規定する ψ という値があります。で、それで、実際には主鎖の原子というのは、3つずつありますから、もっとたくさん角度がないと決まらないように見えるんですが、実はこの部分のペプチド結合する場合っていう平面性を保たなければいけない場所という拘束があるので、原則的にはこの φ と ψ の構造を決めるだけで、主鎖の原子のすべての座標を決めることができます。で、それで逆に言うと、この φ と ψ の角度を書くことによって、そのタンパク質の局所的な構造というのを記述することができます。で、これを発見した人っていうのがインドのラマチャンドランという方で、で、こういうふうに φ と ψ の角度の分布図を書くことをラマチャンドランプロットと呼びます。で、これはですね、これは立体構造のデータベースの統計を取って書いたものなんですけれども、ここに集中してくるこの部分の領域、つまり、ψ がマイナスで、φ もマイナスである、この領域が大体アルファヘリックスに相当します。で、この上の領域、φ がマイナスで、ψ が180度、150度ぐらいのところというのが、これはベータシートに相当しています。で、この逆向きのここにあるこの部分というのが、これは、逆巻きヘリックスという構造で、これはグリシンとアスプラギン酸しかできないの特殊な構造がここに相当するということになります。で、これも問題がこう出ていてですね、このラマチャンドランプロットに相当するものは何ですかというのを答える問題が出ていて、で、これはこの図が大体頭に入っていれば簡単で、
この部分がヘリックスで、この部分がシートですね。だから A はヘリックス、B はビータストランドだっていう、この3番が正解になるということです。これはまあ一応ちょっと覚えておいてください。で、あとはですね、トポロジーズによる構造表現というのがあって、タンパクの構造って非常に複雑なので、立体構造をよく眺めないとよくわからないんですが、なんとかこう平面的に紙でわかりやすく表現できないかっていうのが、いろんな人がいろんなやり方を模索しています。で、それで、これがある種の書き方なんですが、これ、ベータシートの向きだけをこう注目して書こうと。これはユビキチンというタンパク質なんですが、シートがこういって、こういって、こうぐるっと回って、こういって、こうだと。で、この部分だけを平面に展開すれば、こういうふうに書けるじゃないかと。こういうふうに書いて、で、これは、アルクロデフのジェラなんですが、まあ、こんなふうな感じで、ベータシートのこの部分だけを平面に展開して、こういうふうな書き方をする。こういうやり方っていうのが結構論文でもよく使われているので、ある程度見慣れていただければと思います。で、ただこれを自動的に書くっていうのは結構難しくてですね、どの部分を展開するかっていうのはなかなか難しくて、これは結局僕は手で書きました。で、自動的に書くソフトっていうのが実は使われていて、TOPS っていうプログラムがあって、これに比べると随分愛想がないんですけれども、基本的には意味は同じような感じで、この三角っていうのがこれ上向きの矢印と同じです。これがベータシート、三角はベータシートで、丸がヘリックスですね。でそれでこの向きがこう揃っていれば平行を示していて、こう向きが逆になっていれば逆平行を示しているという、こういう書き方をします。で、こういうふうにバレル状になっているやつはちょっと困ったことになるので、こんなふうにうんと巻いてしまうとか、こういう書き方で書くんだそうです。で、それで、あともう一つ、これも試験に出るので出てくるんですが、コンタクトマップっていう書き方があります。で、これも分かりいいようで分かりにくい、結構見るのが難しいものなんですが、これ VMD というソフトで、のオプションで書くことができます。で、これはどうやって書くかというと、アミノ酸をこう縦横に並べて、で、ある程度の、近いアミノ酸、この場合10オングストロム以下のアミノ酸はこう黒く色を塗っていくということをやります。で、それでこのタンパク質を、書くと、こんな風な絵柄を書くことができる。で、これの見方なんですけれども、これが、N マス、ここが1アミノ酸で、これが、最後、これが最初のアミノ酸で最後のアミノ酸。で、それで、まず対角の部分を見ていただきたいんですが、このタンパク質っていうのは、シートが4本、正確に言うと5本あって、ヘリックスが1本あります。で、このヘリックスの部分、ここなんですが、は、ちょっと太くなります。ヘリックスの部分。それは、こう、螺旋状を書いているので、散々キムコーと必ず近くなるからですね。で、シートは細くなります。シートの部分っていうのは細く表現されます。それで、あとややこしいのが、ここね、逆平行のシートがあります。これ、こういってこうっていう、こうに逆向きに向かい合わせた場合は、こういうふうに筋が出るんですね。このシートとこのシートが近いっていうのは、こういうふうになるので、逆平行の場合は、対角線に向かってこう直行する形で、こういうふうに線が出るんですね。で、逆に平行の場合、例えば1と4っていうのはこれ平行の関係であるんですが、1と4っていうのはここですね。ここですね。平行の場合は、こういうふうに、対角上に平行に線が出る。こういうふうになるんですね。で、それで、なんでこんなことをぐどぐど説明するかっていうと、なんかこういう問題を出す人が好きなんですね。で、出題者の中でこのトップスとコンタクトマップが好きな方がいらっしゃるようで、毎回この問題が出るんです。で、それで、で、これはですね、次の図はあるタンパク質の立体構造のコンタクトマップの模式図、これです。だからこれ、実際に書くとこんなふうになるんですが、それを模式的に書くとなんかこんなふうになるんだそうです。で、図中斜めの太い線のそれぞれは10オングストロム以内になる残基対の集合を表す。このタンパク質は N 末側から βα、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 βα という二次構造の構成をとっていると。で、これらの4つのうちどれですかっていうのを答えようっていう問題なんですが、これすごくわかりにくい問題なんですけれども、まずわかることはですね、βα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  って書いてあるから、これ β シートが5本と α ヘリスが5本になっちゃいけません。だから、55になるやつって、これはもうベータシート10本ありますけど、ダメですね。これベータシート3つしかなんかダメで、1か2だってことはわかります。どっちかです。この情報だけから、1か2だってことはわかります。で、その後なんですが、まずですね、さっきもちょっと示したように、アルファヘリックスの方がちょっと太く出るんですね。
だから、ここがアルファヘリクスだというふうな意図らしいです、最初は。だから、ベータ、ビータアルファ、ビータアルファっていうのはこういう領域に対応していて、で、かつ、この場合、直交するこういう線っていうのは1個も出てこなくて、平行の線しかないですよね、こういうふうに。なので、こちら側は逆平行を含んでいるけど、こちら側は平行しかないので、だから1番だと。こういうふうに答えていくんだと思います。ちょっと分かりにくい問題なんですけれども、これが平成20年でもほとんど同じ問題が出ていて、まあ同じように考えれば一応解けることは解けるということです。で、時間がどんどんなくなっていくので、どっかと10分ぐらいで要所要所行こうとすると、多分ここからですかね。すいません。あと、立体構造の分類に関する、ことだけをちょっと説明して、それで大体おしまいになっちゃうかなと思いますね。すいません。で、非常にたくさんの構造が決められていて、その構造をなんとか形の類似性から分類して整理していこうという試みは、90年ぐらいからずっと行われてきていて、で、それで、一番よく使われているデータベースは、スコップっていうデータベース、構造分類データベースとして有名です。で、もう一つ、CAS っていうのも同じようによく使われて、スコップか CAS が、一番よく使われているものと思います。で、それぞれ、階層的に分類されていて、つまり、一つのタンパク質が4階層になっていて、クラス、フォールド、スーパーファミリー、ファミリーっていうふうに、一つのタンパク質は何ファミリーの何スーパーファミリーの何フォールド、何クラスっていうふうに、上がっていく、どんどん大きなグループになっていくような形で、分類されているということになっています。で、それで、まあ、クラスとは、このクラスというのは一体何なのかということからいくとですね、クラスは大体主なものは4つしかありません。で、これは非常に大雑把な分類で、二次構造の組成だけで分類しちゃいます。で、オールアルファっていうのはヘリックスばっかりのタンパク質で、オールベータっていうのはベータシートばっかりのタンパク質であると。で、ヘリックスとシートが両方混在するような場合を2つに分けて、アルファスラッシュベータとアルファプラスベータに分けます。で、アルファスラッシュベータの方がより規則性が高くて、こちらの方がはほとんど平行のベータシートだけでできています。で、配列上ヘリックスとシートが代わり番号に出てくるような傾向があると。で、プラスベータの方はそういった規則性があまり見られなくて、逆平行も含んでいて、もっと複雑なトポロジーをしているというふうになる。これが構造クラスというものですね。で、あと、ファミリーっていうのは、これは配列で分けたファミリーと大体同じで、シークエンスが近いものを混ぜたような集団になります。で、フォールドとスーパーファミリーっていうのは、これがすごく分かりにくい概念なんですが、スーパーファミリーまではファミリーを重ね合わせたようなものなので、大きくなったファミリーのイメージです。で、フォールドっていうのは、さらにスーパーファミリーを重ねて作った大きな集団なんですが、ここのに大きなギャップがあってですね、スーパーファミリーまでは進化的に関係があることが保証されていると。で、フォールド以上は進化的に関係があるかどうか保証はされていないということです。で、その典型的には、例えばオールアルファ、ヘリックスが多いからといって進化的に関係があるとはとても言えないですよね。で、だからどんどんグループを大きくしていくと、進化とは関係がない概念で一緒になってくるのが出てきて、その一番最初に出てくるのがフォールドだというふうに考えてください。ということで、ちょっと飛ばし気味で本当に申し訳ないんですが、そろそろ収集をつけないといけないので、で、この随分飛ばしてすみません、あと5分ぐらいで、平成20年の問い63ということで、これ問題、構造分類に関する問題なんですが、234に関しては一応説明しまして、スコップ・キャスの構造分類は、これ実は間違っているのは2番で、これ非階層的なので、階層的でなきゃいけないんですね。だからこれ2番です。で、スーパーフォールドっていうのはこれ説明しなかったんですが、スーパーフォールドっていうのは、とにかくよく現れる、進化とは関係なしによく現れる構造のパターンみたいなのがあるんですね。で、有名なのはここにバーッとありましたけれども、例えばティム・バレルとかですね、こういうバレル状の構造っていうのは、進化とは全然関係ない、つまり配列がものすごく類似性が低くても同じような形をしているものが多数出てくるんです。で、こういったものはスーパーフォールドって言って、収斂進化によって、こういう形が何かの物理科学的な理由で安定であるから、何回も何回もこういう形が想像される進化が起きたんじゃないかというふうに考えている人が多いということになります。で、それで、まあちょっとどうしようかな。
どこまで説明すべきかというと、二次構造予測は飛ばして、こっからいきますかね、すいません。で、最後の立体構造予測のところで少しだけ説明して、5分だけ説明して終わらせていただきますね。で、立体構造予測っていうのは、配列、アミノ酸配列から立体構造、アミノ酸配列だけから立体構造を推定するようなやり方で、で、これは非常に、難しいんですが、できるはずだという信念のもとに、いろんな人がすごくよく研究しています。で、構造予測をするための手法っていうのは大きく2つに分かれて、アビニシオ予測と、ホモロジーモデリング、比較モデリングっていう2つやり方があります。で、アビニシオ予測っていうのは、これは本当にコンピューターシミュレーションをして、計算機の中でこういうふうに広がったタンパクはこういうふうに縮んでいく様を本当にシミュレーションして解くという、そういうやり方です。で、これはだから物理学のシミュレーションに非常に近い考え方を使います。で、これもちょっと問題が出てくるんですが、手法的には分子力学法、モンテカルロ法、分子動力学法、それぞれ MM、MC、MD っていうんですが、これ完全に物理のシミュレーションの言葉です。っていうのが、よく使われていて、で、最近の流行りとしては、フラグメントアセンブリ法っていうやり方の予測が流行っていて、これが精度が高くなると言われています。で、これはどういうアイデアかっていうと、結局これ構造を少しずつ変形しながらこちら側に持っていくっていう作業をするんですが、変形するときにただランダムに変形するんじゃなくて、データベースの立体構造のデータベースによく現れてくる局所構造っていうのがあるんですね。で、それをライブラリーとして持っていて、ある一部分をそのデータベースの構造にここだけパッと入れ替えるっていうようなことを繰り返していって、これを組み合わせていって最終的に折りたたまったタンパクを作る。こういうやり方がフラグメントアセンブリ法っていうので、これをやると非常に精度よく予測されるというふうに言われています。で、あともう一つ、これが問題で出てるやつなんですけども、ごめんなさい。で、これが構造予測、アビニシオのサンプリング法に関する問題なんですが、これ間違ってるのは、1番、4番目で、タンパク質レベルの立体構造予測だと、とても量子力学を使う余裕はないので、シュレディンガー方程式などは全然使わないです。分子力学はもっと古典的な関数で記述されている。4番が間違いだということです。で、あとは、ホモロジーモデリングっていうやり方で予測するの。これが一番実用的で、でどうやってやるかというと、予測したいアミノ酸配列と、構造が決まっているタンパク質のデータベースを比較してですね、どの構造になりうるかということだけを予測します。で、それで、この構造になりそうだと予測したら、これをテンプレート構造にして、ちょっと修正を加えて、最終的にこの予測構造を作るという、こういうやり方をしてくる。で、これが、ホモロジーモデリングという方法で、この方が、圧倒驚くような構造は出てこないんですが、つまりこの構造ライブラリとよく似た構造しか出力されないんですけれども、予測精度は高いというふうに言われています。で、それで、スレディングに関してはちょっと、あんまり言ってないので、問題だけいくと、こんな風になっていて、それで、ごめんなさい、スレディングだけちょっとは説明した方がいいのかな。ホモロジーモデリングっていうやるときにですね、この最初にテンプレート構造を探すための方法っていうのはいくつかあり得て、一番簡単な方法は単純にブラストの検索をすればいいです。アミノ酸配列がよく似ていれば構造は大体似てますので、ブラストをかけるっていうのが一番簡単です。ただ、それだけでは見つからないような構造を見せたい場合には、再ブラストを使う。これも非常に有効。先ほど説明しました。もう一つの選択肢でスレディング法っていうのがあって、でこれはですね、立体構造の上にアミノ酸配列を乗せていったときに、それがどのくらいこの、立体構造に適合するのかというのを計算する方法というのがあります。でこれが90年代初頭すごく流行ってですね、ネイチャーとかサイエンスにこの手法の提案が何回も載ったという時代がありました。で、現在においてはそんなに精度が高くないということで、あんまり使われてないんですが、今でも使っている方はいます。で、それで、こういう問題が出てくるんですけども、これ構造予測の手法で不適切なものを選べということなんですが、この上3つっていうのはこれ構造予測の方法なので、系統フットプリント法っていうのは、これは、全然関係のない、タンパク質間相互作用を当てる方法ですね。で、あとこれホモロジーモデリングに関する、コメントなんですけれども、これ大体言ってることは正しいので、大体このぐらいの、常識としては知ってもらいたいと思うんですが、信頼の高いモデルを得るには、構造基地のアミノ酸配列と立体構造未知のアミノ酸配列と正確なアライメントが要求される。ちゃんとアライメントしないとダメだということ。これは正しいです。で2番も正しくて、
テンプレートとの一致度が低かったり、大きな挿入機質があると、モデルはなかなかうまく作れない。で、それであと3番も正しくて、これもそうですね。で、4番がちょっと違っていて、これは保存度の高い活性中心よりも保存度の低いループ領域の方がモデル中で正確に構築されて、これは逆ですね。保存度が低いループの部分っていうのは、インデルが多いので、うまくモデルは作れない場合が多いということになります。で、これ、あとこれ細かく、作者をまで指定している細かい問題なんですけれども、これはちょっと今説明する時間がない申し訳ないんですが、ジップル自体がやったことっていうのは、ディファレンシャルディスプレイとは全然違うことで、ここの名前が違うので、これが間違いだということになります。ということで、最後書き出して本当に申し訳なかったんですが、時間はここまで来たので、ここで一応おしまいにしたいと思います。はい、で、説明できなかったことも割と細かくスライドには書いてありますので、もし興味ある方は読んでいただいて、質問があればまたメール等でも受けますので、聞いていただければと思います。はい、じゃあこれで終わりにしたいと思います。